ハヌチューブです。にゃー。はい、今日はですね、なんとスペシャルゲストに来ていただいております。今日のゲストは、はい、こちら上田正勝先輩です。よろしくお願いします。はい、まあ、上田さんのことですね、ご存知の方多いと思いますけど、まあ、紹介させていただきます。上田さんは、第5代シュート世界フェザー級王者、またですね、ONEFC バンタム級トーナメント優勝されている、あのめちゃくちゃ強い先輩です。あとですね、あの今ベラトールでも活躍している堀口選手にもなんと勝ってます。まあ、本当めちゃくちゃ強いですよね。はい、そんな上田さんに今日はスペシャルゲストとして登場していただきました。上田さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。そしたらですね、僕と上田さん、まあ、なんで知り合いかって言ったら、僕はですね、愛媛県から東京に出てきて、で最初にパラレスは東京っていうジムにお世話になったんですけど、そこであの上田先輩があの練習しててですね、もう練習メニューとか上田さんが全部仕切って、あのプロの選手とか、まあ、アマチュアの選手とか集まって練習してました。まあ、あのそこの大先輩ですね。本当今でもですね、僕のセコンドを毎回ついてもらってます。まあ、そんな先輩です。はい、今日はですね、あの上田さんが今まで戦ってきた選手で強かった選手ベスト5をですね、ちょっとお話ししてもらおうと思ってます。はい、じゃあすいません、よろしくお願いします。はい、それでは早速いってみましょう。第5位の発表です。第5位は、では皆さん第5位お願いします。水垣武也選手です。水垣武也選手、はい、水垣選手はですね、あの僕が説明しちゃうんですけど、UFC でも活躍してた、まあ、バンタム級ですね、すごい長い間 UFC で試合してた選手ですね。で、上田さんと試合したのは、シュートっていう、まあ、上田さんがチャンピオンになっていた団体の時にですね、試合をされてました。で、結果は、1-0 でドローだったんですよね、判定 1-0 で。まあ、僕も試合見ててめちゃくちゃ強いなと思ったんですけど、ちょっと上田さんにですね、どういうとこがあの強かったのか、あの聞いてみたいと思います。はい、試合中の殺気や気持ちの強さがすごく強くて、はい、なんか試合してて怖いなって思う選手でした。まあ、水垣選手って結構ストライカーのイメージですよね、うん、で上田さんもゴリゴリに、あの時後半上田さん打撃やってたんですけど、うん、結構前半もタックル行きまくってたじゃないですか、うん、その時ぐらいですよね、上田さんやってたの、うんうん、もうあまりにも腰が重くて、あもうこれは取れない、普通に入っても取れないと思って、はいはい、もう打撃の中で入るしかないと思って切り替えながら、はいはい、あの時ってテイクダウン取れたんでしたっけ、まあ、ラウンド後半にしてたんだけど、はい、でもだからポイントになるほどはできなくて、ああ。上田さんのタックルって結構こう、なんですかね、ちょっと特殊というか、ローシングル、片足で結構変則だと思うんですけど、でもテイクダウンディフェンス、水垣選手しっかり、パワーも私腰がとにかく重かった、あ、私試合中陰道がすごい効いてて、あーそうなんですね、もう立ってられないぐらい痛い、いやもうごっそりごまかしながらやって、上田さんでも分かんないですよね、なんか試合後にいつもこう痛かったっていうんですけど、試合中全然顔に出ないですよね、まあ、隠して、はい、隠して、はい、はい、なるほど。ということで第5位、水垣武也選手でした。はい、それでは続きまして第4位の選手の発表、上田さんお願いします。第4位は堀口恭司選手です。おー、出ましたね、堀口選手第4位ね。はい、堀口選手、また僕が説明しますけど、あの堀口さんも上田さんとやったのは結構前ですよね、もうシュートの時で、上田さんはその後ベラトールの前線ですよね、確か、うん、
ベラトールも契約が決まってて、その最後の試合で堀口選手とやるってなったんですよね。結構嫌だって言ってましたね。堀口選手の試合を決めた翌日にベラトールから、はい、ああなるほど、あそういう順番だったんですよ。やるしかない。あれなかなか、もう堀口選手ってその時からすごい勢いあってめちゃくちゃ強いって感じで、あれなかなか受けたくないだろうなって普通は思ったんですけど、でも上田さん受けましたよね。うん、まあ、言いたくなかったけど、オファー断ったら逃げてるみたいな、やっちゃうと思って。なるほど。あれ嫌ですよね。で内容はですね、判定 2-0 で上田さんが勝ってます。で、あの試合もすごい、もう会場がですね、なんかわーってなるなんか試合だったんですよ。本当、もう後楽園がわーってこう盛り上がる試合って、もう年に何試合か。しかないんですけど、あれ年間ベストバウトみたいなの、あ、2012の年間ベストバウト、そうですよね、うん、でもやったのもう1月とかでしたよね。1月じゃない、もう1月にもう年間ベストバウトの試合やったっていうすごい試合だったんですけど、堀口選手どうでした、やっぱ強さ的には何が、もう打撃も強かったし、はいはい、最初にテイクダウン入った瞬間の腰の重さ、あ、なんか体幹力にびっくりして、あ、体強いですよね、堀口選手。めちゃくちゃ、なんか同じ階級と思えないぐらい、それびっくりして、もうこれは力で倒したらダメだと思って、もう全体重を浴びせて体で、はいはいはい、倒しに行った記憶がありますね。あ、でも上田さんバックとかポジション結構取ってましたよね、あの試合。 なんとか所々取って、でもまあリバースされたりして、はいはいはい、いや本当堀口さんって体めちゃくちゃ強いですよね。あの試合上田さんなんか鎖骨折れましたよ、うん、2ラウンドで前蹴りが効いて、はい、でやばいと思って入ったところを膝合わされちゃって、それで鎖骨が折れちゃって、いやそうなんです、鎖骨折れたけどそのままやって、しかも3ラウンドはポジション取ってましたよ、うん、まあそんな、もう本当強いです、はい、上田さん。まあ堀口選手はですね、まあその時もすごい若かったんですよね、うん、まあ、そこからその負けからまた強くなったと思うんですけど、それでもやっぱりですね、あの堀口選手に土をつけてるってもうめちゃくちゃすごいことだと思います。はい、じゃあ続きましてですね、第3位の選手をお願いします。私はビクター・ヘンリー選手です。おー、ビクター・ヘンリー選手。ビクター選手はですね、まあいろんな団体出てるんですけど、ディープでもチャンピオンになってるし、うん、パンクラスはチャンピオンにはなってる、パンクラスでチャンピオンにはなってる、あ、チャンピオンには、うん、パンクラスではランカーぐらいまでいってると思います。で、今 UFC 出てます。で、ライジンも出てますね。ライジンも出て今は UFC 出てるっていう、ジョシュ・バーネット選手の弟子ですね、はい、めちゃくちゃもういい選手ですね。じゃあ上田さんにまたビクター選手の、あ、ビクター選手との試合は2回やってるんですよね、うん、上田さん。1回目がグランドスラムっていう大会で、その時は3ラウンドで膝十字、うん、1本負け、はい、上田さんってもう1本負けも2回しかないですけど、その1回、まあ、上田さん負け自体がほとんどないんですけど、まあ26勝6敗に分けて、もう凄まじい戦績なんですけど、その、ビクター選手で2回目はパンクラスでやって、上田さんが3ラウンド判定でリベンジしたんですよね、うん、めちゃくちゃなんかあの時覚えてるんですけど、上田さんもめちゃくちゃ気合い入ってましたね、うん、練習から、はい、怖かった怖いですね。上田さん、じゃあビクター選手のちょっと印象を教えてください。ビクター選手は試合中急にレベルアップするっていうか、リズムが変わって急に強くなるっていうのがあるんで、なんかラウンド重ねるごとにこう、うん、強くなっていく感じしますね。確かに、ビクター、もうなんだろう、休むところがないというか、もう常に動いて戦ってくるんで、すごい疲れる試合になります、ね、あ、確かに見ててもなんか下からでもガンガン決めに来るから休めないですよね、うん、ああいう選手は。打撃も強い。あ、上田さん、ビクター選手の時鼻と目でした、1回目の時が2ラウンド目に鼻折られて、結
構ひどい怪我でしたね、あの時も。あ、ビクター選手強いんだなって見てて思いましたね。2回目の時は、はい、もう最初に三角締め入られちゃって、そうですよね、1ラウンドでもうガツって入りましたよね。思ったんだけど、まあ、でもなんだろう、タップするぐらいなら落ちようと思ったら結構我慢できて脱出できて、そこから反撃したんですけど、はい、そうですね、あれ1ラウンドは本当ガッツリ入ってましたもんね、うん、三角苦しかった。いや、めちゃくちゃ心配でしたけど、なんとリベンジ。いや、同じ相手にリベンジするってすごい大変なことなんですけど、いや、よくあの厳しい試合を勝って、本当すごいですよね。はい、それでは続きまして第2位の発表です。お願いします。第2位はハファエル・シウバー選手です。おー、ハファエル・シウバー選手、まあ、ブラジルのですね、パンクラスチャンピオンになってる。あれ、今もうまだチャンピオン。あ、まだチャンピオン。中山君が暫定王座で。あー、なるほど。今もですね、ベルトはハファエル選手が持ってるんですけど、もうブラジルの選手で、まあ、組というか、もう力、バケモン、見た感じですけども、バケモンだなって感じの選手ですね。はい。まあ、上田さんにちょっと詳しく教えてもらいます。はい。体の強さ、でかさもあって。ああ、でかいっすね。スタミナ的には穴はあったんだけど、うまくてずるい選手だなって、うまく休みながらやってる選手で、ああ、確かに。なんだろう、何もできなかったっていう印象が。2回目戦ったんですね。そうですよね。上田さん、1回目が3ラウンドでやって、うん、2回目は5ラウンドですよね。いや、1回目で、確か3ラウンド目を上田さん取ってましたよね。取ったのかな。いや、ただ、もう優勢には進んで、取ったかは覚えてないんだけど、でも、何もできなかった、ね。はい。なんか、組技強いですよね、めちゃくちゃ、うん。1回目はもうダメージも何もなくて、なんで終わったんだろうという不思議な試合だった。出し切れないというか、疲れる展開にもさせてもらえないって感じです、うん、動けないような組み力なんだと思うんですけどね。2回目、僕5ラウンドだから、後半上田さんがこう巻き返せると思ってたんですけど、うん、結構5ラウンドでもちゃんと配分してて強かったですよね、うん、なんか行き過ぎないというか、まあ、ハワイの選手、まあ、パンクラスですはですね、石渡さんにだけ負けてます。もう5ラウンドでもうすっごいそれも削り合いだったっすよね、あれも。で、確か 1-2 ハファエル選手取って、後半3つ石渡さんが取ったみたいな、めちゃくちゃ激戦の試合で、やっぱりあの後半削れてからじゃないと、前半の力の出力がもう半端じゃないなって見てて思いましたね。はい、第2位はハファエル選手でした。それでは第1位の選手の発表です。皆さんお願いします。第1位は、1FC のビビアノ・フェルナンデス選手です。ビビアノ・フェルナンデス選手ですね、まあ、皆さんご存知の方も多いと思います。あのドリームとかもですね、昔出てた選手で、今は 1FC っていうアジアの 大会でですね、前回ですね、タイトルマッチで敗れてしまったんですけど、それまでもう何年もチャンピオンで居続けためちゃくちゃ強い選手ですね。で、上田さんもその時タイトルマッチですよね、5ラウンド、うん、5ラウンドのタイトルマッチで惜しくも判定で敗れてしまったんですけど、じゃあビビアーノ選手の強さを聞いてみたいと思います。一番は気持ちの強さ、なんかもう試合前からずっと怒ってて、どこで会ってもなんか怒ってる。ああ、もう裏で会ってももう怒ってる、怒ってる、怖かった。結構なんか試合の時とかって大体の人は裏だと普通な人多いですもんね、うん、やっぱ気合が入ってるんです、うん、ずっと怒ってた。嫌ですよね、普段なんかすれ違っても睨まれるみたいな、嫌ですね。でもまあそんぐらいの気持ちの強さというかあるんですね、うん、ビビアーノ。それプラスあの寝技の決めの強さもあるんで、復活には入れないし、はいはい、で打撃で有利に戦おうと思ったんだけど、うん、でも打撃も強くて、もうジャブとかもらうたびになんか石で殴られてるぐらい痛くて、顔がもうどんどん腫れてきて、腰硬いんですね、硬いです、うん、なるほど。試合中どうやったら勝てるんだろうって思いながら、皆さんがそんだけ言うんだからめちゃくちゃ強いですね。うん、見
でもやっぱり寝技が強いから先にテイクダウン行きづらいっていうのがやっぱ嫌ですよね。入れなくてクロスガードには入りたくないなって。なるほど、そうですよね。下からいろいろ仕掛けありますもん、だからもうわざとバック取らして、そこから逃げて疲れさせてやろうと思って。ああ、なるほどなるほど。あ、結構バックの展開多かったですよね、あのわざと結構取らして。ああ、なるほど。分かったけど、まあ、バック取られながらも結構足決めに行ったりして。はいはいはい、いろいろやってましたよね。あれ後半のラウンドで結構ビビアノ選手5ラウンドで足痛めてましたよね。うん、5ラウンドで、ローをカットして、はいはい、足を完全に痛めて、はいはいはい、そこで行かないとダメだったんだけど、なんかビビアノ選手が手前に結構押してきて、はい、聞いてないのかなとか思って。ああ、なるほど。それで行けなくて、それすごい後悔してたんで。ああ、やっぱそういうとこも隠しきるというか、うまいっすね。あそこでラッシュしてたらと思う。ああ、いや、ビビアノ選手強いですね、やっぱ。なんか本当にブラジルの選手とかって気持ち強そうな、僕はやったことないですけど、上田さん結構何人もブラジル人やってますもんね、やっぱ気持ちが強いです。みんな負けず嫌いっていうか、生活かかってやってるから、あ、気持ちの強さが違うね。なるほど、ハングリーな選手やっぱ強いっすよね。勝つには疲れさせて、はいはい、戦うしかないっていう。まあこれ、あの若い選手とかこれからの選手もあのいろいろめちゃくちゃ勉強になると思うんで、参考にしてください。はいはい、それでは最後ですね、ちょっと上田さんの入場曲についても聞いておきたいと思います。上田さん、長渕剛さんの歌でいつも入ってますよね。ジャパン上田さん、長渕さん好きですもんね、めちゃくちゃ。コンサートとかも最近行ってないですか？最近は行ってないですか？最近は行ってないけど、昔はよく行ってる。昔しょっちゅう行ってましたよね、あれずっとこれ回すんでしたっけ、多分。あ、なんかこう、こうやったりとかそれひたすらやるんです。まあ、こう、あ、上田さんがやるんですか？まあ、疲れるんで結構聞いてることはやっぱあの入場曲がこう流れると、あ、上田さん入ってくるなって、僕もなんかずっと思いながら見てましたね。あ、上田さんのだって、すごい思い入れのある入場曲ですよね、これ。入場曲にしたのはなんか日本武道館のライブで行って、はい、1曲目がジャパンで、はいはいはい、なんか垂れ幕がバーンと折って、はい、花火がバーンと上がって、その瞬間にジャパンが流れて、それが鳥肌が立って、これだと思って。あ、そんな理由があるんですね。これ多分誰も知らないと思います。僕も初めて聞きました。いや、そんなやっぱ皆さん思い入れが入場曲にあるんですよね。いや、今日はいい話が聞けました。じゃあ、はい、それでは今日はですね、なんと特別に上田さんの得意技一つ紹介したいと思います。それでは上田さんがですね、よく使う技。スピニングチョーク、はい、ちょっとやってもらいたいと思います。姿勢とかで、まあ、押し込んで相手の金網とかに押し込んだ時、この真正面に手を置いてると結構手を押されちゃうんで、相手が手を押してくるんで、押されないように押した時に相手の横に少しずらします。ずらしながら相手を押し込んで、相手が手を押しづらくなるので力入んないっすね。ここから相手のリアクションを見ながら、膝を入れて動かしながら、見上がって向き合ってきたら、ここでオフとかにかけて、今投げるというよりは、その足の踏み上がって押す。ここでも相手は多分手ついて立ち上がってくるんで、この状態でちょっとうまく休憩しながら、入れたりしながら、この手をずっと見ときます。で、この手が近づいてきたら、近づいてきたら手を捕まえて、うまく倒します。うまくはいかないけど、まあ、押し込まれるとか、まあ、ダメでもってもここについて押さえ込む。これスパーリングでめちゃくちゃやられてましたね上田さんに。もう何百回とか単位でやられてますけど、全然気づいてなかったです。はい、亀からでも相手のバック取って状態からでも同じように、まあ、手で相手の
足を押さえながら相手を押して、さっきと同じ状態作ります。これ今特に力はできるだけ休みながら、ずっと休憩しながら、しながら相手の手を覗いてて、手が近づいてきた。これもしかここから肩固めに切り替えて倒すところも、それよくやってます。確かにこれめっちゃやられてます。はい、もうハメ技みたいな。もう上田さんのやつってなんかハメハマりますよね。もうパターンがあって得意のめっちゃ永遠やられちゃうんですよね、そのパターンで。まあ、できるだけ疲れずできるようにやってますね。思い出しました、あのやられてたやつを。はい、じゃあもう一個、特別にもう一個いきましょうか。はい、サイドポジションからのスピニングチョークです。こっちです。相手をサイドから押さえた状態で、ここから手を抜いて首に持ち替えます。持ち替えながら、この自分の骨盤で相手の脇をこういうふうに、まあ自分で向かせるというよりは、相手がこれで嫌がって自分から向いてくるように仕向けます。ああでも相手苦しいから、自分から横に向いてきてくれたら、ここでスイングチョークをセット、そしてここで苦しいっすね。苦しい。でここから持ち替えて、ちょっとここで肘で顔を殺しておきます。そしながらここで手を首に持ち替えて、自分の骨盤を相手の脇の下に持っていきます。持っていきながら、横に相手が嫌がって苦しくなってくるんで、自分から横を向かす。向いた瞬間、ここで手をスピニングチョークに持ち替えて、このまま横に倒れて、手で決めるというよりはお腹でグッと押します。おぉ、効きますね。やっぱもう深く入られるともうダメっすね。まあ上田さんって本当にどのポジションでも上田さんの形があって、なんかもう、あ、でも自分で考えてるんですか、上田さんの技。試合と練習でやりながら、こっち変えたなってことを。ああ、なんか教科書に載ってるというよりも上田さんの形なんですよね、うん、ほとんどの技が。なんかあんまりなんですかね、試合で使えるとそれが自信になって、あ、なんか本物の技になって、あ、もう練習試合でこう試しながら、どんどん技をこうアップデートしていくっていうか、うん、相手によってどんな体勢どんな状態になるか分からないんで、まあ、いろんな状態から何でもできるようにした方が。上田さん、まあ、ノートも上田さんと動画と動画めちゃくちゃもう前練習ごとに毎回で動画撮ってて、でそれ僕とかにも焼いてくれたりしてたんですけども、しょっちゅうめちゃくちゃもう研究熱心でですね、こうどんどんこうこうやったらもっと良くなるっていうのを毎日やってました。上田さん本当にこうアメというか、こう続けるんですよね、上田さんって。こう継続してこうずっとやり続けるというか、本当もうそういうところは尊敬しかないです。僕とかちょっとすぐやめちゃうタイプなんで、もう尊敬しかないです。はい、はい、今日はですね、スペシャルゲストの上田正勝先輩に来ていただきました。上田さん本当にありがとうございました。まあ、上田さんこれからもですね、僕のセコンドで入ってくれるので、皆さん上田さんの今バンテージをですね、上田さん巻いてくれてて、めちゃくちゃいいバンテージなんで、まあ、僕以外にもですね、いろんな有名な選手、まあ、例えば斉藤さんとかにも巻いてますし、めちゃくちゃバンテージの練習とかも試合前にやってくれたりして、本当に頼りになる兄貴なので、皆さん2人の応援よろしくお願いします。今日はですね、グリッドさんからこちらのすごいグローブ、これめちゃくちゃいい本革のやつですね、グローブプレゼントしていただいたので、こちらをですね、自分と上田さんのサインを書いて、抽選で、視聴者プレゼントさせていただきたいと思います。で、条件が、自分のツイッターフォロー、あとグリッドさんのツイッターフォロー、
と自分の YouTube 登録していただいて、その画面をスクショしていただいて、自分の Twitter の方の DM に送っていただければ、その中から抽選で1名様にこちらのサイン入りグローブをプレゼントさせていただきたいと思います。はい、じゃあちょっとサイン書いていきますね。おお、いいっすね。すみません、レアです。こんなサインしかできないな。そんなサインだったら、はい、はい、自分のサインと上田さんのサインと、はい、書きましたので、抽選で1名様にこちらプレゼントさせていただきます。条件は、自分とグリッドさんの Twitter フォロー、あとは自分の YouTube のチャンネル登録でスクショを撮っていただいて、 Twitter の DM の方に送ってください。お願いします。お待ちしてます。今日はですね、こちら水道橋にある、グリッドさんで、動画の撮影の方をさせていただきました。ではちょっとお店のご紹介させていただきたいと思います。この T シャツもちなみにグリッドさんの T シャツです。自分のですね、パンツも、あの試合用のパンツもグリッドさんの履かせてもらってます。じゃあ中行ってみましょう。こんな、もう入り口からでっかいグローブ、めちゃめちゃでかいですね、このグローブ。で、地下ですね。マークレーがいますね。はい、店長の赤木さんです。はじめまして、グリッドファイトショップ店長の赤木です。昔、オチ君とかとよく練習させていただいていて、はい、はい、そこからのずっと長い付き合いですね。はい、赤木さん、今でもすごいお世話になってですね、現役の時はもうちょっともうぶっ飛んだ戦い方してましたもん。失神した人もう一回殴るみたいな。今すごい優しい感じだった。いや、そうですね。あの時は変な人。ありがとうございます。はい、ぜひちょっと、はい、あのお店を見ていただけたらありがたいですかね。はい。はい、でもう赤木さんいるんで、あのなんか商品のこととか聞いたら何でも、選手なんで、あの何でも詳しく教えてくださるんで、ぜひですねグリッといただきに赤木さんに声かけてください。声かけていただけたらありがたいですね。はい。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もうずらっとですね、格闘技用品何でも一通りありますよね。あ、斉藤さんの写真とか、斉藤さんも使ってるグローブとかですね。あと斉藤商店、あと上田さんのワンのメダルとかも置いてます。こんな感じですね。まあグローブ何でもありますよね。もう一通り格闘技用品なんですけど、あ、これですね。赤木さん、これパンチしていいんですか？作品なんですけど、パンチ力測定器で、パンチ力測定器、ちょっと商品化するか否か、まだこう試作品段階で故障する可能性なので、まあ声かけていただいたら、使用間違えなければ、あの全然壊れないと思いますので、じゃあ一回ちょっといくら出るかやってみたいと思います。失礼します。もう助走つけないですね。そうですね。おお、すごい、すごいね、やっぱ。あ、でも新井さんに届かなかったですけど、基準級でこんなの見てるの好きだもんね。本当ですか？うん、結構上の方です。すごい、すごい。今日198ぐらいの時、あ、最高が初めてだったんですね。ありがとうございます。それを超えちゃいました。僕の方に、まあ柔術着とかですね、道着もあるし、キックパンツとか何でもあります。サウナスーツ、これもですね、すごい生徒さんも入ってますけど、すごい汗がよく出るあのサウナスーツ、これもおすすめの商品ですね。はい、で奥の方にですね、こちら今日上田さんと撮影させていただきましたスペースですね。このここレンタルスペースで、あの一般の方も
予約すれば借りれるスペースになっておりますので、トレーニングやったりできるスペースになっておりますので、ぜひですね、この予約インスタベースとかからですね予約できますので、ぜひ使っていただきたいと思います。